と輝き激闘の皆様に、私ども公明党の国民会議の発案、政策、実績などに向かってご報告、通常国会が閉幕をいたしました。いよいよ7月の4日公示、21日の投票に向けて参議院選挙がまさに本番モードとなってまいりました。それにつけても国会最終盤での民主党の動きは全く私どもには理解ができません。福島第一原発の事故、これを教訓として発電と送電を将来的には分離し、より良い効率的なエネルギー政策を進めるための電気事業法の改正案や、生活保護の制度を見直す生活保護法の改正案など、すでに民主党と自民公明党の間で修正の協議が整っていた重要な法律も、国会最終日になって安倍総理大臣の問責決議案に民主党が賛成をすることになり、大事な法律案が廃案となってしまいました。その日の朝まで法案の審議が大切、国民にとって大事な法律は国会で通すと言っていた民主党の海江田代表のあの言葉は何であったのでしょうか。もう党利党略、パフォーマンスだけの政治では国民は納得できません。7月の21日の参議院選挙、これはまさに今の衆参国会でのねじれ現象を解消すること、これが最大の意義であります。皆様方の力強いご支援をいただきまして、日本再建のために私ども公明党、そして自民党の連立政権、しっかりとした仕事をさせていただきたいと存じます。さて、都議会議員選挙の結果はあまりにも象徴的でございました。私ども公明党の23人の候補、さらに自民党の59人の候補が全員当選をし、都議会では与党で82議席という安定多数、過半数を確保させていただきました。こうした結果をもとに、私どもがこの日立市内でご挨拶をさせていただいていても、自公政権には期待をするけれども、安倍総理の暴走は少し心配だという、そういうお声をたくさんいただきます。例えば憲法の改正の問題がそうです。多くの国民は憲法9条平和主義の憲法を変えようとは思ってはいません。多くの国民の皆様は自衛隊はしっかりとした存在として認めるけれども、国防軍を作るということにまでは賛成をしていらっしゃらないと思います。こうした憲法をめぐる安倍総理のまさに独走をしっかりとブレーキをかけるのは、私ども公明党の仕事だというふうに考えています。さらにアベノミクスと言われる安倍総理の経済政策も、庶民という視点、働く者の視点がやはり欠如していると思います。安倍総理は10年間で国民総所得、一人当たりの国民総所得を150万円向上させると発表いたしました。
しかし、この安倍総理の言うところの国民総所得という考え方は、私たち一人一人の国民の収入という意味ではありません。国民総所得には、例えば企業が海外で得た利益や、さらには国や地方自治体が税金を使って行う公共投資なども、その計算の中に含まれてきます。これでは本当にさまざまな政策を打って企業が儲かったとしても、その儲けを企業が内部留保で貯め込んだり、海外への過大な投資で使ってしまうこと、こうした利益を国民に還元することにはなりません。そこで私ども公明党は、国民一人一人、働く者一人一人の実態の収入を増やし、さらに一人でも多くの雇用を拡大するために、この10年間で失われた国民お一人お一人の収入を元に戻す、具体的には実際の収入を 10% 増大をさせる、これを具体的な指標として皆様にご提示をさせていただいています。いかに企業が儲かっても、私たち国民の働く者の、また中小企業を経営される方の財布の中身が温かくなくなれば、潤わなければ、私は国の経済政策は失敗だと思います。その意味で、与党の中に入って、庶民の目線、生活者の目線で、さまざまな景気対策、経済対策を提案をする公明党の責任は、ますます重くなっていると自覚をしているところであります。いずれにせよ、7月の21日の参議院選挙は、日本の経済にとって、私たち国民の生活にとって大事な選挙となります。皆様のご支援を、私ども公明党にいやましていただきますことをお願いを申し上げます。